豊洲市場の開場は当初の予定からおよそ2年遅れとなりました。2016年夏に就任した小池知事が土壌の安全性の確認が不十分として移転延期を決めたからです。東京都は土壌に残る有害物質が揮発して建物の中に入るのを防ぐため地下空間の床をコンクリートで覆う工事などを行いました。工事の後、都の専門家会議が空気中の濃度などを測定し安全性が確認されたと結論付けました。ただ今も地下水からは基準を超える有害物質が検出されていて、都は今後も計測値を公表する方針です。築地市場が豊洲に移転した後、東京ドーム5つ分にあたる23ヘクタールの敷地は2020年の東京オリンピック・パラリンピックの車両基地になり、大会後に再開発される予定です。小池知事は食のテーマパーク構想を打ち出しましたが、関係者の批判が出ており、どのような開発になるかまだ曖昧なままです。